お待たせをしています地下鉄七隈線博多駅までの全線開通時期が決まりました来年3月27日になります福岡市の高島市長は今日の会見で地下鉄七隈線の天神南駅から博多駅までおよそ 1.4km の延伸区間の開業日が来年3月27日に決まったと発表しました 線路の延伸工事はすでに完了し現在は新しい駅の内装工事や車両を走らせるための電気工事が行われていて今後列車の試運転などを行う予定です福岡市によりますと七隈線利用者の博多駅までの移動時間は天神で乗り換える必要がなくなるため14分短縮されるということです高島市長はマイカーから地下鉄への乗り換えで 渋滞の緩和や脱炭素への効果も期待していると述べました。